Thank you.
俺たちの勝ちだ。
こいつでどうだ。やったぜ。危ねえ。この先には確か落とし穴があったな。仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開けるわけにはいかねえ。ここは回り道していくとしよう。
ところに泉があるなんてな。こいつがお前の妹だって。どんな時もずっと一緒だって約束したじゃない。ねえ返事してよセーニャ。私人を探していて疲れて泉のそばで休んでいたらそのまま眠ってしまったようですわ。お姉様、なんというおいとわしい姿に。あんた私がわかるの？何年もお姉様の妹をしてますもの。ちょっとお姿が変わったくらいで間違えたりしませんわ。もう紛らわしい倒れ方しないでよ。私てっきりあんたが。なあお取り込み中のところ悪いが、セーニャってのはお前の妹なんだろ？一体どういうことだ？実は私とこの子は双子なの。こんな見た目になっちゃったのは深い訳があるのよ。私をさらった魔物はね、ここをアジトにしてたくさんの人をさらっては魔力を吸い取って集めていたの。魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。それで今はこんな格好ってわけ。つまり、こう見えて私は、れっきとした年頃のお姉さんなの！これからは子供扱いしないでよね！それは分かったけどさ、お前体がそんな状態じゃこの先やっていけないんじゃないか？ええ、そうよ。だからあんたたちにはあの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。私からもお願いいたします。回復呪文で皆様のお手伝いをしますわ。さあ行きましょう。なあ、
よっしゃ。ここを通るには合言葉が必要だったな。そうだ。闇心あれば影心。注意したのに獲物に逃げられやがって、ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。あのベロニカという女はただ者じゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた何年に一度現れるかわからない逸材だった。ねえ、あの女の魔力を全部お納めすればいずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに、それをお前らは、いやー、魔王だって間違いないわ。あの魔物たち、ホムラの里で虫風呂に入っていた私をここまでさらってきた奴らよ。あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。私の奪われた魔力はあそこにみっちり閉じ込められているはずだわ。なるほど、あの壺の中にお前の魔力が。さてどうしたもんかな。お姉様。うん、なんだおめえらは。このデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがって。なるほど、おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。家宝はブチ切れて待てとはこのことよ。さあ野郎ども、仕事の時間だ。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。
だ。俺たちの勝ちだ。魔王様の右腕になるという俺様の野望もここでついえるのか。おい、その魔王ってのは何だ。さっきもそんなこと言ってやがったな。いずれ魔王様にやられちまうおめえらに何を教えたって無駄さ。命あっての得だねとはこのことよ。ああ。いずれ現れる魔王か。あたしの魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。
これで魔力が戻るといいんだけど。魔力は戻らなかったのですね。ご心配なく。この通りすっかり元通りよ。魔力が頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ちているのがわかるわ。ですがお姉様、そのお姿は。年齢までは元に戻らなかったみたいね。でもせっかく若返ったんだし、まあいいわよね。まあお姉様らしいですわね。なんだかそのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。ところで、ねえお姉様、あちらの方のこと気づいてまして？ええ、もちろんよ、セーニャ。あんたも気がついたみたいね。さすが私の妹だわ。命の大樹に選ばれし勇者よ。こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。私たちは勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族。これからは命に変えてもあなたをお守りいたします。あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は、瞳の奥に温かな光を宿していると。まあ、私は最初にあんたを見た時から全部わかっていたけどね。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は、本当に世界を救う勇者だったみたいだね。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前にもうちょっとだけ私に付き合って。もう一人助けてあげたい人がいるの。ここからしか入れない部屋があるはずだから一緒に探してちょうだい。まあ。
どこもかしこも牢獄ばかり。なんだか物々しいですわね。おい、そこに誰かいるのか？もう大丈夫よ、おじさん。あの悪い竜は私たちがやっつけたわ。いやー、ありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。まったく、あんな可愛い娘さんをほったらかしてこんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。え、あんたらまさかあの子をルコを知っているのか？心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから、里に戻ったらマスターにお礼を言うのね。ふう、ありがとう。俺の名前はルパス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス？その名前どこかで聞いたことあるような。ギク！それじゃあ俺はルコが心配だから先に行くぜ。あんたたち本当にありがとうな。行ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。いや、起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと私たち姉妹の使命について。大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし大樹の申し子が降臨す。私たちの故郷に伝わる神話の一節ですわ。そう、信じられないだろうけど、あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神を倒し世界を救った勇者の生まれ変わりなの。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者はこの世に生を受けたのか、それは私たちにもわからない。そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導く使者として私たちが大抜擢されたってわけ。ほーん、命の大樹か。そこに行けば全ての謎が明らかになるってんだな。じゃあさっさとそこに行こうぜ。あんたってほんと考えなしね。命の大樹って空に浮かんでいるのよ。簡単に行けると思ってんの？かつて邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り大樹から使命を授かったそうですが、その記録も時の流れに埋もれてしまいました。なんだよそれ。あんたらにもわからないってことかい？
命の大事ね。ん？待てよ。何かわかるかもしれねえぜ。まあ、本当ですか？なあ、昨日助けてやったおっさんな。実はあいつ、有名な情報屋なんだ。命の大事について何か知ってるんじゃねえか？確か、迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず酒場まで行ってみましょう。さて、だけだから大丈夫だって。やっぱ命拾いした後の一杯はうめえよな。ふふん、よーさん、ご機嫌じゃねえか。ん？俺さ、おっさんのことを思い出したんだ。あんた裏社会では結構名の知れてる情報屋のルパスさんだろ。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって、厄介ごとに巻き込まれちゃ、そいつをネタに商売してるって話だが、違うかい？バレちまったならしょうがねえ。そうさ、道を歩けばネタの方から寄ってくる、天才情報屋ルパスター、俺のことよ。俺があの魔物にさらわれた時はたまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな、間違えてそのまま女湯に入っちまったのさ。ラッキーだったのもつかの間、そこで俺は見ちまったんだ、人さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を。加勢するはずが俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。ところでおっさん、命の大事を知ってるか？
命の大樹に結びつくならどんな情報でもいい。あんたが知っていることを教えてくれ。ほう、命の大樹とはでかいターゲットだな。いいだろう、あんたたちは命の恩人だし、とっておきのネタを教えてやる。ホムラに来る前、南西の砂漠の真ん中で俺とルコは熱中症になっちまってな。不幸にも死を覚悟したその時、砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りがかって俺たちを城に運んで解放してくれた。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ。城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな。俺の目に狂いはねえ。あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。まあお姉様、ま、お城の中に七色に輝く命の大樹の枝ですって。行ってみる価値はありますわ。そうね、枝とはいえ命の大樹、ずっと輝き続けてるってことは勇者を導いてくれるに違いないわ。あんたもたまには役に立つのね。ちょっとだけど見直したわよ。それではお姉様、ひとまずサマディに向かいましょう。ここから南西の関所を抜けて進んでいけばサマディ王国にたどり着けるはずですわ。勇者様、これから先長い旅になると思いますが、私たち姉妹をどうかよろしくお願いいたします。ね、南西の関所はサマディ王国の蛮兵が厳重に道を塞いでおります。その通行手形を見せれば通れるはずですわ。Thank you.
そういえば